どうも、渡辺浩二です。お元気でしたでしょうか。今日はですね、中野ブロードウェイの屋上で、スズムシをまた何匹か捕まえたので、連れてきました。今鳴き始めてますね。ここにいますので、数匹だけなんですけれどもね、スズムシの声を聞きながら、お付き合いいただきたいと思います。渡辺浩二、新刊が出ました。渡辺浩二ホラー選手。今日はこの本の話をさせてください。もう手に入れたよって言ってくださる方いらっしゃいますかね。これからですか。ぜひ読んでいただきたいんですけれども。ホラーです。今回ホラーにこだわって、セレクションしました。ただしですね、僕の作品は幽霊とかオカルト現象は出てきません。その代わりに最新のテクノロジーとですね、現代の人間がたくさん出てきます。テクノロジーの怖さと人間の怖さについて書いている作品がとても多いです。いろんなね、メッセージを今日は DM の方も開放していただいてるんですけれども、ブログアイドルチョコタンの秘密はデザインもすごく驚かされるものでしたが、渡辺さんのアイデアなのでしょうか。ありがとうございます。お名前をお読みしていいですかね。リリーさんからありがとうございます。まずね、これちょっと僕の非常にわがままな個人的な思いを最初に申し上げますが、今ね、特に今ここに来ていただいているような皆さんはですね、できればね、紙の本を手に入れていただきたいなと思ってます。チョコタンのページ、ブログアイドルチョコタンの秘密って最後に入ってる、こういう色も違うね、ちょっと変わった、ページなんですけれども、これはですね、正解者さんの編集、そしてデザイン、DTP スタッフの皆さんの努力の賜物で実現したページです。こういうのってね、どこまでできるのか、エンジニアリングまでね、技術的なところまで分かってないと、こういう本、こういうページ作れないものなので、作家の思いつきだけではできないものなので、非常に感謝しています。正解者なんてね、DTP もすごくレベル高いんですよ。こんな見せ方がね、ありなのか、ね。紙の本もね、まだまだね、進化していく伸びしろがあるんじゃないかと思っていただけるかなと思います。ただね、やっぱり紙って、紙の本ってね、やっぱり物理的な限界があります。印刷とかね、配送という物理的ワークに限界がありますので、これからね、やっぱり紙の本って手に入れづらくなっていくと思うんですよ、時代的に。僕の本に限らずですね。なので、手に入るうちは紙で手に入れてほしいなと、勝手ながら。もちろんね、作家としては、電子で買ってくださった方が、印税が高いので、儲かるんですけど、なんだろうな、クリエイターとしてはね、やっぱり今はまだ紙を、せっかくなんで、手に入るうちは手に入れていただきたいなと、思う次第でございます。読んでいただいた方いらっしゃいますか？あ、ありがとうございます。何人かいらっしゃいますね。ありがとうございます。江ノ寺さん届きました。ゆっくり読ませていただきます。そうですね。ちょっとじっくりね。今回こういう形で、僕の小説ってやっぱり結果的にホラーになったよっていう作品が多いので、ホラーを書きます、書きましたじゃなくてね、なんか、こういうふうにセレクトする、過去のものからセレクトしてホラーでまとめるってことに意味を感じたんですけど、なぜ今、こういうことをやったかっていうと、やっぱりじっくりね、読んでいただける、世の中的にやっぱりじっくり本を読んでいただける時期かなと思ったので、辺野寺さん、皆さんありがとうございます。じっくり読んでください。コメントの後で見ますね。Twitter の DM にいただいてたご質問などですね、先に、答えていきますが、あと人生をホラーに捧げていたんですかとかね、なぜホラーにこだわってるんですかみたいなことをですね、たくさんいただいてますね。やっぱこれ、何のことかなと思ったら、やっぱり本の帯のことですね。皆さん、この帯の文面に反応されてる方が多くてですね、人生をホラーに捧げた渡辺浩二のとかね、書いていただいててですね。ホラーにこだわってるかってことなんですけれども、ホラーっていうよりは僕は SF にこだわってるつもりで、それもね、サイエンスフィクションっていうよりは、シムフィクションなんですね。僕はシミュレーションのフィクション。きちっとこう、思考実験した上で、情報を集めて、
それをですね、組み合わせて、方程式のように組み合わせて、答えを出して、それを小説にしていくっていう形で書くものが多くてですね、その目的というか役割として考えているものは、福音と警告です。特に警告はね、強くなっていくと、結果ホラーに着地するものがね、多いんですね。で、特に今はね、強い警告が必要な時期ですし、みんなその警告をじっくりと考えて、いただけるような時期だと思いますので、セレクションだけじゃなくてタイトリングにもね、ホラーにこだわったわけです。セレクトの基準はというご質問もいただいてまして、これはDM だけじゃなくていろんなところでね、会う人会う人に聞かれるんですけれども、作品入ってないじゃんとかね、あっちの方がホラーじゃないかとか、あっちの方が怖いじゃないかみたいな作品、上げていただいて嬉しいんですけれども、今回はね、なかなか入手しにくい本に掲載された、けれどもどうしても今読んでもらいたい作品から選んだんです。例えばですね、このメッセージで、コーヒーと言葉、これも収録されている作品なんですけれども、コーヒーという言葉は、Kカフェで差し付きコーヒーをいただきました。またいつか Kカフェに行きたいです。ありがとうございます。こういうね、メッセージいただいて、小説はですね、小冊子にしてね、このカフェで営業してるときに、ここで売ったんです。ここ今中野ブロードウェイのカフェから配信してるんですけれども、このお店を営業してたときにね、渡辺浩二の、世界観をイメージしたコーヒー、作りまして、ブレンドしまして、そのコーヒーを頼んでいただいた方にですね、差し上げてた。まあ、内緒売ってたものなんですね。多分ね、でもオリジナル持ってる人は100人くらいしかいないと思います。まあそういう機会もね、また作りたいですよね。渡辺浩二ホラー選手。本当に、僕の過去数十年の、ね、本当に思い入れが、情熱が、まとまってますので、本当にぜひ、皆さん読んでいただきたいです。よろしくお願いします。